アンリシャルル・リトルフは、イギリス・ロンドン出身で、フランスで活躍したピアニスト兼作曲家。父は、アルザス出身だが、フランス軍の一員として、半島戦争に従軍して、スペインで、イギリスが捕虜となり、解放後に舞踏音楽のバイオリニストの職を得て、定住した。リトルフは、父から音楽を教わった後、14歳で、コベントガーデンでデビューを飾る。その後パリに移り、 イグナツモシェレスラに学ぶ。イギリス女性と駆け落ちして、フランスに住んだ後、ピアニスト、指揮、出版業などで、ヨーロッパ各地で活躍し、パリ近郊のボアイコールコロンブで没し、同地に埋葬された。生涯に4度結婚している。彼の最も有名な作曲は、5つの公共的競争曲というピアノ競争曲であるが、そのうちの第1番は紛失した。 それらの作品の中でしばしば演奏されるものは第4番の第2楽章スケルツォである。他に演奏される作品は、強いて言うならば第3番であろう。これらの曲はすべて4楽章からなり、スケルツォが入っている。フランツリストは同様にスケルツォ入りの4楽章からなるピアノ競奏曲第1番をリトルフに検定しており、 どちらが影響を与えたのかは意見が分かれる。それ以外の作品はほとんど知られていないが、オペラや室内楽曲、ピアノ曲なども作曲した。詳細は W リスト・オブ・コンポジションズ・バイヘンリー・チャールズ・ラトルフを参照。ありがとうございます。